本日はもう11月の1日ですね。2021年11月の1日になります。カレンダー変えておきます。よし。11月になっちゃいましたね。もう今年もわずかあと2ヶ月、10年前の医療は現在の医療にあらず、医療っていうのは常に進化する学問であり実学です。新型コロナちょっと落ち着いてますけど、まあこの冬少しね、様子を見て、この冬に感染が落ち着けば、まあこの落ち着きも本物やと思います。それではね、婦人科のアーカイブいきますね。月経前緊張症、月経前緊張症に悩んでいます。月経前緊張症に悩んでいます。月経は現在は月経が終了して2日、開始日から8日目になりますが、排卵の時期、基礎体温を測っていないので分かりませんが、胸が張ってきます。それはまだ耐えられるんですが、この時期に食欲が旺盛になってしまい止まりません。先日からダイエットを開始したのですが、時期的に体重も減らない時期、現状維持をしたい時にこの時期を迎えるのが恐怖です。低用量ピルなどで調節できるかもしれないという話をちらりと聞いたのですが、7年ほど前に避妊用目的でピルを飲んだ時にはむくんでしまったので、前述した通り食欲を抑えられてもむくんだり体重が増加してしまうのは避けたいので、何か方法はありませんでしょうか。それと先日行った内科医に置いていたパンフレットの中で子宮頸がんの予防接種の存在を知りました。取り扱いはされているでしょうか。取り扱いがございましたら価格を教えていただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いしますと、いうことですね。まず2点ですね。月経困難症を治したいと、それからピルの、HPV ワクチンの取り扱いをしているかということですよね。で、1点目の月経困難症の治療というと、まあその時期に、そうですね、痛み止めを飲んだりとか抗うつ剤を飲んだりとか、あるいはピルで、まあ、内因性のホルモンを抑えるという方法があります。で、最近ではその黄体ホルモン単独、あるいは、ミレーナというような子宮内の、留置器具によって月経困難症を抑えられるというような方法もあり、いろんな形で、まあ月経をねそのまま抑えられる GnRH などもありますから、いろんな形でピルを抑えられるようになっています。そしてまた黄体ホルモンも昔使われていた人工の黄体ホルモンから天然の黄体ホルモンなど、黄体ホルモン自体のも種類もたくさんあるんで、低用量ピル、どの低用量ピルか分かりませんが、合わなければ、むくみの原因っていうのは黄体ホルモンなんで、その黄体ホルモンを変えてみるのも一つの原因、一つの、方法だと思いますんで、一度ちょっとね、婦人科の方に相談していただいて、ホルモンの専門の婦人科の方に相談していただいて、抗体ホルモンの種類など使う器具の種類など、あるいは何が困ってること、それを目的に、治療をされたらどうかなと思います。この相談の方の治療っていうのは太りすぎる、ね、普通にしてれば太りすぎるから、まず、そのダイエットをしたいということで、むくみの原因になるような抗体ホルモンは使いたくないということですよね。合わせばあると思います。それからですね、もう一つは HPV のがん予防ですね。これはまあ日本では5、6年から10年ぐらい前ね、非常に HPV が、HPV ワクチンに関してネガティブキャンペーンがあって、なかなか使われなかったんですけども、非常にね優秀なワクチンです。で、4価のワクチンが今ね、この定期接種としては使われてます。定期接種としては使われてますけども、もうね、
この方ですよね、この2つ、16、18型ってワクチンが使われてますけど、あといろんなね、HPV を起こすワクチンがありますんで、今の主流は、このシルガード9というワクチンに変わってきてますから、もし定期接種でやるんであれば、この4価のワクチン、ね、高校1年の春まで、これが無料でできますけども、あとは自費になります。だいたい1万5000円ぐらいの値段がかかりますね、1回。それを3回、せんとあかんのですね、スケジュールとしたら、1回打って、2ヶ月後、それからその4ヶ月後。ね、であれば、だいたい1万8000円ぐらいで、2万8000円ぐらいか。2万8000円ぐらいで、この9価のワクチンが今使えるようになってますね。9価のワクチンが使えるようになってますんで、この9価のワクチンですよね。9価のワクチンが使えるようになってますんで、これやと2万8000円ぐらい、ここぐらいまで、の、ね、がんが予防できる。30% の違い、結構大きいですからね。ちょっと2万8000円が痛いですけども、それを3回、2ヶ月後、4ヶ月後に打つことによって、ここまでね、HPV 子宮頸がんを防げるということが分かってきてますんで、ぜひともね、こういう形で防げるがんをね、ワクチンで防ぐっていうのは正しい考え方やと思いますんで、ぜひ、ワクチンでね、防いでいただきたいなと思います。中高生に関しては、高校1年生までですけども、定期接種無料で受けられますんで、それはもうぜひね、受けていただきたいなと思います。婦人科の方に、相談してください。それでは時間またなって辞那します。見えますか、この、このトランプですけども、まあ、ここに3つの山があります。お好きな山、まあ、どれでもいいけど。ね、まあ、この山、一番端の山。この山の一番端、ですね。で、これに、これを重ねちゃいます、ね。重ねちゃうと、一番下に来てる6がどこに来るか。さて、